第二章四節あなた方は信仰に基づいてしっかり立っているからですそこで私はそちらに行くことで再びあなた方を悲しませるようなことはすまいと決心しましたもしあなた方を悲しませるとすれば私が悲しませる人以外の一体誰が私を喜ばせてくれるでしょうあのようなことを書いたのはそちらに行って 喜ばせせてもららららえるはずの人たたたちかかか悲しい思い思をさせられたくなかったからです私の喜びはあなた方すべての喜びでもあるとあなた方一同について確信しているからです私は悩みと憂いに満ちた心で涙ながらに手紙を書きましたあなた方を悲しませるためではなく私があなた方に対して溢れるほど抱いている愛を知ってもらうためでした 5節から11節。悲しみの原因となった人がいれば、その人は私を悲しませたのではなく、大げさな表現は控えますが、あなた方全てをある程度悲しませたのです。その人には多数の者から受けたあの罰で十分です。むしろあなた方は、その人が悲しみに打ちのめされてしまわないように、許して力づけるべきです。 そこで、ぜひともその人を愛するようにしてください。私が前に手紙を書いたのも、あなた方が万事について従順であるかどうかを試すためでした。あなた方が何かのことで許す相手は私も許します。私が何かのことで人を許したとすれば、それはキリストの前であなた方のために許したのです。私たちがそうするのは、 サタンにつけ込まれないためです。サタンのやり口は心得ているからです。12節から17節。私はキリストの福音を伝えるためにトロアスに行った時、主によって私のために門が開かれていましたが、兄弟テトスに会えなかったので、不安の心を抱いたまま人々に別れを告げてマケドニア州に出発しました。神に感謝します。 神は私たちをいつもキリストの勝利の行進に連ならせ、私たちを通じて至るところにキリストを知るという知識の香りを漂わせてくださいます。救いの道を辿る者にとっても、滅びの道を辿る者にとっても、私たちはキリストによって神に捧げられる良い香りです。滅びる者には死から死に至らせる香りであり、救われる者には 命から命に至らせる香りです。このような務めに誰がふさわしいでしょうか。私たちは多くの人々のように神の言葉を売り物にせず、誠実に、また神に属する者として、神の見前でキリストに結ばれて語っています。